レッツゴー。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ししまるです。めぐるです。はい、ということで今日もスーパーマリオラン、はい、やっていきたいんですけども、今日は、王国作り、はい、スーパーマリオランには、普通にワールドを遊ぶワールドツアーっていうところと、あとキノピオをね増やしていくキノピオラリーってのと、あともう一つこのね、マップなんだけど、これの王国を作っていく王国作りってのがあるんですけど、今日はその王国作り、はい、これをちょっとねやってみたいと思います。はい、その前にですね、今王国作りはキノピオのね助けが必要なんですよね。はい、そのためにキノピオラリーもあるんだけど、ここの画面の一番上のところに今現在のキノピオの数が440って出てるんだけど、ここをちょっと押してみますね、三角のところ。はい、そうすると今現在の、メグの、レベルが出るんだよね。キノピオの今レベル6で、赤がね337とか、青がいくつだとか、緑とかね紫とか、そういう数がね、チェックできるんですけど、一番下のところにレインボーロードっていうのがね、はい、あるんですけど、このレインボーロードってのは何かっていうと、実はここの今これよ、マップ上でこれヨッシーの家だっけね、このヨッシーの家右の一番ね真ん中ぐらいのところに卵みたいのあるでしょ。これがヨッシーの家なんだけど、実はここからここの辺りから虹の橋がかかって隣のマップに行けるんだよね。はい、それが王国作りでできるんで、ちょうどね解除がねされたんで、ショップで多分売ってると思うんで、今日はちょっとそれをやってみたいと思います。はい、いらっしゃいませ。新しい商品が入荷してますよということでね。はい、レインボーロードはそのスターのとこだね。はい、そうこれを押すとレインボーロード、新しい場所へと続く虹の架け橋ということで、限定商品ですね。はい、お金は0円でいいですよね。コインは0です。はい、じゃあ買ってみましょう。はい、新しいエリアへ虹がかかります。 OK。 はい、どうなるかな。はい、はい、王国が広くなりましたね。たくさん建物を建てて王国を賑やかにしましょう。画面をスワイプすると新しいエリアを見ることができますということで、はい、 OK。 ねえ、ついに虹がかかりましたね。新しい建物が入荷してますよ。何かな、ちょっと見に行くね。ショップを選んで、建物こっちかな、キノコのとこかな、ちょっとこっち見てみよう。はい、買えるのかなこれ、クリスマスツリー。あ、クリスマスツリーも買えるみたいだね。モミの木にたくさんの飾りをつけたキラキラ輝くクリスマスツリー、解除になりましたね。はい、これも買ってみる。はい、ありがとうございます。今すぐ王国に置きますか。置いてみる。はい、はい、じゃあどこに置こう。こっちに。うん、ここね、ちょうどよかった。今、このブロックみたいなやつがいるでしょ？ねえ、特別な建物は入荷してみてです。ショップへ来てみてください。はい、わかりました。この3つが邪魔をしてるんですよね。それを、このね、ハンマーってとこがあるんだよね。かける10ってあるけど、それで壊すことができるんですよね。じゃあちょっとやってみて、メグ。はい、ハンマーを使いますか？はい。ハンマー使うと気持ちいい。ペコってなったね。はい、使いますか。気持ちいい。このハンマーってのはメグ、確かあれだよね、それぞれの、ステージの例えば1の4だとか、その最後のステージとかでクリアするともらえるんだったっけ、ハンマーって。なんかね、あるとこでクリア
ワールドをクリアしていくとハンマーがもらえるんだよね。じゃあ最後の一つだね。はい。はい、これで綺麗になくなりました。これでじゃあ置くことができるね。さっきのクリスマスツリー買ったかな。はい。あ、買ってないな。じゃあショップで買わなくちゃいけないですね。はい。じゃあクリスマスツリー買えるかな。はい、買いますか。はい、ありがとうございます。今すぐ王国に置きますか。はい。あ、2個買ったことになるかな。はい、じゃあ置いてみましょう。はい、でかいな。2個買ったんだね、メグ。もう1個置けるって。ねえ。どうせだから置いてみる。ねえ、買っちゃったもんね。2個買っちゃいましたね。はい。じゃあ置いてみましょう。はい。すごいね。2個買っちゃったよ。はい。そんでもう1つ、スペシャルなハウス。はい。こちらですね。はい。この星のついた、キノコのハウスですね。ボーナスゲームの館っていうことで、これもちょっと後でね、紹介してみたいと思いますけども、8時間ごとに1回タッチすると、ボーナスゲームが遊べる不思議な館っていうことで、はい。お金あるかな？あるね。じゃあ買ってみましょう。はい。ありがとうございます。今すぐ王国に置きますか？はい。じゃあどこに置こう？広いの。うん。はい。じゃあ置いたね。やってみる？今できるのかな？ね。じゃあ一番最初のどれだったっけ？これ。あ、それか。はい。一番最初の、はい、スペシャル。今ちょっとメールの音が鳴っちゃいましたけども、はい、一番最初のじゃあこれね。はい、ボーナスゲームね、プレイしますか。はい、じゃあやってみましょう。なんだろう、なんだろう。あのね、あみだくじみたいなやつですよ。んー、それなら、うん、下に行ったの。はい、どうかな。あー、今回はハズレですね。これはお父さんね、コイン1枚って時があったんで、お、3番目に行きましたね。上から3番目どうかな。お、当たりじゃん。はーい。で、最後に宝箱。お、チケットも取りましたね。キノピオラリーのチケットもゲットしました。まあまあかなね。お父さんね、コイン1枚って時があったからね、本当に涙出ました。はい、じゃあ OK。 はい、そしてさっきね、押したじゃなくて置いたこれだ。黄色のボーナスの館。はい、ボーナスゲームをプレイしますか。はい、今回はどんなのかな。今度はどこへ。お、土管からコインが。すごいな。お、なんだ、あれ火の玉みたいなの出たね。火の玉出た。火の玉出たんだ。はいはい、頑張れ頑張れ。実は結構ね、これね、オートランなんで難しいんだよね。好きな方向になかなか行くことも難しいんで。はい。よし、チケット取る。あー、フィニッシュ。はーい。ボーナスゲーム。あ、だけどチケット2枚取れたね。はーい。これはね、8時間経つともう1回できるようになるんでね。はーい、OK。はい、ということで今日はスーパーマリオランの王国作りをね、ちょっとやってみました。はーい。王国作りね、3つ目のね、遊びというかですね。はい。ワールドツアー。一つ目がワールドツアーで、二つ目がキノピオラリーで、で、三つ目が、王国作りですね。はい。今日はね、その三つ目の王国作り、ちょっとね、やってみましたけども、キノピオのね、数が、ちょっとね、関わってくるんで、キノピオラリーで、キノピオをね、たくさん仲間に入れて、そしてどんどんとね、アイテムが解除されていくっていう形でね、増えてきますんで、レインボーね、ロードの、あれもね、キノピオがたくさんたくさん増えてくると、また第2の、レインボーロードとかがね、増えてくるんで、ぜひね、キノピオラリーでね、はい、たくさんの
いろんな種類のね、色のキノピオをね、仲間に入れて、どん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 王国をね、作って、はい、いきたいと思います。はい。ということで今日は王国作り、お送りしてみました。はい、以上です。アメチョー！アメチョー！チャンネル登録もよろしくね。